だからそういう状態の、だからそうくんも、別に、港目線からしたら変わんないようなんだけど、そうくんとしては今一番不安定な状況。いやー、本当にそうなんだよな。そんな不安定な状況のそうくんに、港くんは一種こう、ガーンと託したというか、もう託すというか投げつけるに近いそうくんの立場からしたら、港くんとしては、はい、どうぞなんだけど、そうくんとしては、ボーンってすんごい剛速球投げつけられたみたいな状況で、すよ、で、そこで、やっぱり、それだけだと、こう僕らが読み方がわかんなくなっちゃったり、こう、なんだろうな、ある種、その自分の体験だけを重ね合わせた、その聴者側の、ちょっと不用意な感想が出やすいトピックでもあるところを、誰が担ってるかというと、風間俊介さんが、春尾先生が、え、悪魔先生じゃない悪魔先生。いや、でも悪魔じゃないよ。悪魔じゃないよ。悪魔には悪魔の理由があったっていうことが今回、すごくやっぱ明らかになって、眉間にシワを寄せながら、ね、ゆっくり、まあ目は真っ黒だった。でもちょっと光入ってた気がするんだよね、目にね。今回そうですね。そう。で、あの人の存在で、あの人の体験談とかによって、その、聴者にとっても、見方が、こう、不用意な感想が生まれにくいように、こう、並走されているっていう、ああ、そうですね。ところがすごくわかりやすいし、あとね、これちょっと話逸れちゃうんだけど、場面と場面のつながりのスムーズさっていうことで言うと、ナナさんと、その昔からの友達が、同窓会とかそろそろないかなって、言ったのと、同じようなことを、風間さん、春尾先生、が、その同僚の先生と話してるわけですよね。そう、昨日お休みいただいて、ね、すいませんって。代行したってことですよね、多分ね。そう。講義を代行したんだと思うんですけど。そうで、あの同窓会でしたっていう話でね。で、おそらく、ろう者の方々の集まりでもあるということなので、紹介しようかっていう話になっていくっていう、その同窓会っていうワードが説明不要で2回ちゃんと出てくるっていう。で、その後も出てきますからね。あの、つむぎちゃんが。同窓会だね。やっと同窓会みたいだね。本当の同窓会って言っちゃう。そうそうそう。本当も嘘もねえだろうっていう。そう。でも、だから、そんなこと言われた港くんからしたら、俺たちは嘘の同窓会で会って、結ばれたんだってことになっちゃってんの、あれ。もう、やだ。つむぎ。つむぎちゃんね、意外とね、あのね、無意識でこういうことやんのよ。やるな。でも、しょうがないんだけどね。しょうがないな。だって、港くんの気持ちわかんないの。だって、つむぎちゃんの中で本当に大好きで、当然、港くんも自分のこと大好きだと思ってるから。でも、そうじゃない。つむぎはつむぎなりに気使ってるしね。周りにね。じゃあちょっと恒例のコーナー行きましょうよ。サイレントのね。はい。我々、サイレントの向こうの話をし続けてきて、もはやコーナー化している、あの、春尾先生、神か悪魔。今回はね、非常に事情が、あの、語られましたけども。そうですね。ここもね、結構長かったし、結構、音のないまま、あの、そうくんがね、30秒間音のない世界に取り残されるっていうところは、本当に無音だったんだけど、ここは、あの、手話のガサガサガサっていう、環境音とか物理音みたいなものが入ってましたけれども、でも、セリフないまま数分いったんじゃないかな、ここ。で、あの、ちょっと、あの、偏差値ぐーんと下げた、あの、感想を言うと、あの、めっちゃ芝居上手くない？上手いわ。あの、上手いわ。めっちゃ上手くない？あの、何考えてるかとか、なんかその表情で全部分かって。一番上手いわ。めっちゃ上手いわよ、本当に。あの、なんか、さらっと、めちゃくちゃすごいことしてるの、このシーンみたいな。そりゃそうだろ。何これみたいな。この人、いろいろやりすぎなんだから。やりすぎなのよ。いろんな役やりすぎてて、普通に CM 出てる時とか不安になるんだから。逆に。え、なんでみたいな。そう。あ、出ていいんだっけとか思っちゃう。いろんな役やりすぎて。どういうことそれ。どういう。いや、もう今回完全に手話の先生じゃん。もう。てか、春尾先生なんよ。春尾先生っていう人がいそうだし。あとね、衣装のスタイリングとかもめちゃくちゃ完璧ですね、これ。なるほどね。すごい。あ、これ、僕、個人の YouTube の方の動画で喋っちゃってる話なんですけど、あの、色とかも本当に計算されてて、あの、青異常に多いってさすがに気づきますよね。あ、そうか。青異常に多いです。へー。だって、ここ見てくださいよ。ここの手話の、この代行頼んだ側の先生と春尾先生。二人とも青系ですからね。いや、なるほど。何これ太鼓頼んだ先生、なんか、青のセーターですから、ね。マジじゃん。で、紬も青いっぱい着てるでしょ？本当だ。で、そうの、なんか、マウンテンパーカーみたいなやつとかも青っぽいでしょ？今日もうん、今回、港くんもあの、青チェック着てました、ね。そう。うん、だから、青系とか、まあ、あと、色が出るとしたら、まあ、茶系というか、茶色とかグレーとか、まあ、白黒とか、まあ、基本的にはばっかりですね。
で、紬弟だけカラフルな服着てるっていう。あるある。カラフルある。サイレントあるある。サイレントあるある。そう、ね、ここはね、もう目が落ち着くように設計されてるんだと思うんだよな。いや、本当に、もう、良かった。もう、いいシーンだった。今、ここは素晴らしいシーンで。めちゃくちゃいいシーンで。だってもう、結構です。結構ですがね。そうそうそう。紹介しましょうかに対して、結構ですが。でも、あれ、壁作ってると思われてるわけです。だって、あの顔を見て、あの結構ですの後の、あのもう何もない顔、もう後ろ向いて何もなくなってるの、もう春郎先生の顔。もうスーンっつって。で、バレてないと思ってるかもしれないけど、またトントンって叩かれて、まぁ、ちょっと最初からやりますか。昨日はお休み、ありがとうございました。で、もうこのセリフだけで、代行というか、その授業の代わりをやってくれたんだなっていうのは、分かりますよね。わかる。これも鮮やかだね。で、同窓会でしたっけ、で、まだ独身の子いっぱいいたよ、紹介しようか、で、結構でーす。でーすこの手話もちょっと覚えちゃったかも。覚えちゃった。結構でーす。ね。で、今度やろう。で、ここでなんか動きもスムーズなんですけど、教壇の上にいて、なんか、マグネットを外したり、ホワイトボードを消したりしてるために、教壇の上に立ってるんですよね、春郎先生が最初に。で、その、代行頼んだ方の先生が後から来て、段に登ると同時に、春郎先生が段から降りるんですよ。はい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 。このなんか演劇的な。演劇的ですね。非常にスムーズな動き。で、モテそうだけどなって指さして、手話できるし。で、春郎先生、いくら手話できても嫌でしょ。一人だけ聴者がいたら。で、代行頼んだ先生。別に嫌じゃないよ。世の中ほとんど聴者なんだから。で、春尾先生。そっか、確かに。って言って、ゼロの顔になって。そう、ゼロの顔になる。ここが、そっか、私はもう、会話終わって、はい、終わり、みたいな。終わりみたいな。ここで、あ、悪魔だ。そう。悪魔が来たぞ。悪魔が出てきちゃう。悪魔が出てきたって思ったら。おやおや、悪魔がいるぞって言って、肩叩かれる。神父様がこうやって。神父様が肩叩いてきて。春尾くん、前から思ってたんだけどさ。僕たちにちょっと壁作るよね。こうやって十字架バーンって。十字架バーン、先生ブシャーってかけて、ニンニクとか。何なんだお前の中身は何なんだということですね。そう。外側は、正体を表せ。外側は春尾先生だけど、中に悪魔がいるんじゃないかということで、神父さんが襲ってきますと。こうやって手話でコミュニケーションが取れるのに、どうしていつも一歩引いてるんだろうって、というですね、非常に真っ当な質問だし、これバレてるんかいってことですよね。だから、僕ら視聴者が、こう、食い気味に見てるんじゃなくて、作品内でもそういう人として描かれてた。で、紬に対してだけ過剰な人なんじゃなくて、全体的にやっぱそういう行動を取ってる人だったんだって。そうですね。いうことが今回証明されましたね。だって同じ職場の仲間ですよ。職場の仲間に違和感を持たれるぐらい、やっぱりこう、思想が行動に今のところ出てると。で、ちょっと考えましたね、ここでね。そうですね。数秒考え込みましたね。で、ここですごい険しい顔になるんですね。そう、これね、絞りなんじゃないかっていうぐらい。絞りおでこにシワがね、そうそうそう、眉間のシワすごいの。眉間のシワがね、3本ぐらい刻まれてるんだよね。そうそう深いのがこう、ガーンって。運慶。特別扱いはもちろん違うし、ただ平等に接することが正解だとも思わないんです。うん、手話ができるってだけで、分かった気になりたくないんです。どうしたって僕は聞こえるので、ろう者同士みたいに分かり合えないです。うん、というですね。ああ、そういうことだったんだ。では、神ですか、はい、悪魔ですか人間です。ですね。人間です。本当にすっごい人間感じた。うん。真っ当な人間。そうですね。一番慎重であり、一番いろんな人の立場を考えて、分かった気にならないこと、傲慢にならないこと、何か、ね、力を人に対して振りかざさないことっていうことをひたすらに苦悩してる人ですね。だから、なんだろうな。とにかくやっぱり自分はもう道具であろうとしてる人だなと、僕は思いました。でもやっぱ、その、相手の先生は、多分ね、こういう言葉が欲しくて言ったわけじゃないはずなんですよ。そうだと思うんだよ。普通に友達になりたいっていう感じだったと思うんだけど。意外な、なんか、棺を開けてしまったというか、意外と根深いドラキュラが入ってたみたいな。俺はもう血は飲まないんだって言ってる、謎のドラキュラが出てきて。出てきちゃったって感じで、多分、その同僚の先生は、
あ、そうですよね。僕も、まだまだ、うん、あの、手話慣れてない部分もあるので、これから頑張ります、うん、みたいな、飲み行きましょう、みたいな感じを期待してたと思ったら、分かり合えないですって。ああ、分かり合えないですっていうのか、みたいな。この後どういう会話あったんだっていうくらいですけど。ね、まず絶句だと思いますけど、うん。でもなんかやっぱそれだけ、なんだろうな、本当に、こう、うん、自分、お、どう思ってるんですかね、うん、丸尾先生。まあだから仕事としてはやるし、その、ろう者同士のコミュニケーションとか、その耳が聞こえなくなってしまった人、うん、途中からろう者になった人が生きやすくするためには必要な技術だとは思っているけれども、うん、聴者とろう者が完全に分かり合えるような世界っていうものを、春尾先生は残念ながら信じることはできてないっていうか、うん、もちろんいろんなことがあった上で、最初は信じたのかもしれないけど、信じなくなっただろうということが、うん、すごいわかりますよね。そうですね。だから、紬と宋の関係に対しても、こう、悪魔としてのロール、立場を演じてるというか、うん。そうなんですよ。実際に思ってる以上に演じてるかもしれないですね、彼らに対して。っていう、春尾さん、春尾先生の会話まとめみたいな会話を作りたいですからね。一番重要なことずっと言ってますからね。そう、もう本当になんかこの、本当ガイド役ですよね、うん、本当視聴者に対しても、うん。そうなんだよな。なんかもう本当に、でもこれも一番人間には感じたけど、うん、こっちが、うん、あ、分かり合えるじゃんって、思ってるタイミングなんですよ。確かに、ね。この、そうとミナトが、うん、あんなに受け入れられないって思ってたミナトくんが、そうくんに近づいてるんですよ。うん、肉薄してるタイミングで。春尾先生のシーンと最後の別れようのシーンさえなければ、うん、すごいポジティブなドラマというか、そうそうそう、ただただハッピーなドラマなんだけど、そう春尾先生が水を差し、ミナトが突っ走るという。ので、ただのドラマじゃないっていう。ただのドラマじゃないんだよ。うん